はい、たまに中継で、はい、ショートホールとかでプロの行った球、はい、ショットセカンドとかで、はい、グリーンに捉えるじゃないですか、はい、でたまにそれが先に打った人の球に当たる場合は、はいはい、その動いた人を戻すだけですか。そうです。それはまだバズです。はい、これがですね、今の感じですと、さっき僕グリーン上って言いましたよね。グリーン上に A さんのボールがありました。1回打ちました。これはどこからであろうが、グリーンの外から打たれた方のボールであれば、もう全然ペナルティーなしなんですよ。でさっきも言いましたけど、当てられた方の方は元戻すんですね。で、当たった方はもうそのままでやるといった形になってます。だからグリーンの中だけが絶対ダメなんですよ。グリーンの外からでしたら全然どんなに当たっても構いません。